首都ウルムチにおいて政府から共感を得て一部のウイグル人たちが平和的にデモを行っていた。これは2009年6月26日に広東省商館おもちゃ工場で起きたウイグル人労働者虐殺事件で、政府が正しい対応をしなかったため、民族差別、人種差別に対するウイグル人の不満を表現したのである。しかし中国政府はこれに対し軍隊まで動かし、無差別発砲をし、一般市民を含む大量の死者が出る悲惨な虐殺事件に発展させてしまった。正当性を世界に発信するため、政府の都合に良い情報と映像ばかりを国営メディアを通じて繰り返し放送した。しかし外国のメディアは事件の真実を明らかにするため命懸けの取材をし続けたのである。これを恐れた中国独裁政権はすでにあらゆる情報を隠蔽する作戦を取った。電話は2010年1月末までの7ヶ月間、インターネットは2010年5月14日までの9ヶ月間遮断された。しかし、国際社会の厳しい批判と圧力の結果、中国政府は再開せざるを得なかった。私たちは中国政府に対して状況を改善し、ウイグル人の自決権を尊重することを強く求める。日本ウイグル協会、虐殺を許さないぞ、許さないぞ。中国は犠牲者に謝罪せよ、謝罪せよ。中国は犠牲者らに謝罪せよ、謝罪せよ。不当逮捕者を釈放せよ、釈放せよ。不当逮捕者を釈放せよ、釈放せよ。我々はウルムチ虐殺を忘れないぞ、忘れないぞ、忘れないぞ、忘れないぞ。我々は最後まで戦うぞ、戦うぞ、戦うぞ、戦うぞ。絶対に諦めないぞ、諦めないぞ。ウイグルラルガエキレイ、ウイグルラルガエキレイ。我々は最後まで戦うぞ、戦うぞ、最後まで戦うぞ、戦うぞ。諦めないぞ、諦めないぞ。